9月30日、勝負の日が来た。今日は PS5 Pro の予約が開始される日である。そんな日の朝、何したんこいつ。何したんこっち見んなよ、お前。こっち見んな。カズダンスを踊るな、カズダンスを。はっじゃねえんだよ。すげえ動き変ですよ。動き変ですよ。いや、念のためにテイク2してんじゃねえよ。いや、結局動きもっと変になってるから。アストロボットの T シャツにキスして当たりますようにじゃねえんだよ。皆さん、おはようございます。9月30日、今日はですね、 PS5 Pro 予約開始日となっております。この勝負に俺は勝つ。俺はこの勝負に絶対に勝つ。勝つ勝つ。10時から予約開始が始まるということなので、張り付こうと思います。狙いはソニーストアとヨドバシドットコム、この2本でいきたいと思います。アマゾンはどうしようか。アマゾンも一応確認はしておこうかな。ただアマゾンね、届くの遅いんですよね。発売日に届かないんですよ。あ、で、その限定の記念モデル、30周年記念モデルと通常版どっちにするのかっていう話なんですけど、通常版にします。いや、だってさ、やっぱ早く欲しいんだよね。早く欲しいし、限定版はちょっとその無駄なものがつきすぎてきてしまうので、高いしちょっと散財しすぎてるので、今月まあ、ちょっとここは抑えようかなと思いまして。いや、でもね、通常版の方がメリット多い。早く届くし、安いとは言わないけれども、あと多分みんなと同じになるでしょ。したらね、他のみんなと一緒がいいもん。俺だってみんなと一緒が同じがいい。オグリシュンだ。このシュマイ家で食えたら。48点ぐらいですかね。48点ぐらい。よし、まだ10時まで、まだ1時間ぐらいあるんで、不安座のチェックでもしとこうかな。ですね、一応最後の保険として、ビッグカメラがね、抽選みたいなんですよね。ソニーストアとヨドバシは先着っぽいんですよ。なので最悪全部ダメだったら、ビッグカメラの、まあ、抽選に行こうか。いや、でもないあるわけないでしょ、ダメなことなんて。よし、ソニーストア、俺いくら使ってると思ってんのさ。この1、2年でソニーストアに行った私、いくら使ったと思いますか。ちょっと引きますね。なんか購入金額見れるのちょっとビビった、引いちゃったよね。でも逆にそれがね、突破口になりますね。きっと優先的に我が家の回線がソニーストアのサイトにアクセスつながると思うよ。ぐーってエスカレーター式で、ま、人呼んでズブズブロードって呼んでるんだけれども、ソニーストアと刑事チャンネルのズブズブな関係のズブズブロードが他のよその回線を弾いてでも、私をきっとソニーストアのサイトに導くと思うんですよね。勝ったわ、勝ったね、もらったじゃん。ま、こんな勝利が確定してる戦いちょっとね、なかなかないっすよね。よしあー、いい子だね。よしなに、うちの PS5 Pro に何か問題でもありますかね。あ、ちょっと一足先にね、ちょっとうちに来てくれた PS5 Pro なんですけど、ちょっともう引退させようかなと思ってるんですよ。なんか限界じゃないですか。限界なんで、まあでもギリギリまで愛情を注いでいけば、ね、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。もう10分前だよ。ちょ、待って、喉渇いてきた。緊張してきた。ああ、よし、ちょっとここ置いとくか。見切れてんな。見切れてるな。ここだな。よし。ね、ちょっと PS5 Pro に見守っていただきながら、PS5 Pro の予約をしたいと。ちょ、まあ、もう自分でも何言ってるか全然わかんない。意味わかんないもんね。いや、10分前だっつってさ、撮影開始したけどさ、待ってる10分って結構長いよ。かといってなんか違うことしたらさ、あーもうこんな時間とかになる。これでも見てるか、見て PS5 Pro ね、これがとうとう我が家に来るよ、11月7日に。ありがとう、本当にありがとう。見てよこれ、 PSSR ね、これですよ、この映像、この通り改造とか。ちょっと違う、俺今予約することに頭いっぱいだから、なんか別に PS5 Pro の性能がとかそんな説明する気全然ないよ。今そんな
そんな時じゃないでしょうか。そんな時じゃないでしょうか。ああ頼むよ、本当に、本当お願い、マジで。ああ欲しい欲しい、絶対に欲しい。まあでもね、今回もし万が一買えなかったとしても、別にすぐにさ買えるようになると思うよ。そんなその PS5 発売当初の時みたいな、なんか部材不足で全然作れないみたいな状況じゃないので。危ねえ危ねえ危ねえ、2分前危ねえ、2分前危ねえ、なんかこれだよ、危ねえな、おいちょっと待って、危ねえとこだった。さあスタンバイは OK だよ。さあ1分前です、1分前行きました。はあ、まだだ、サイトを更新するな、まだだ、まだ早い、急いで更新すると入れなくなるぞ。あれでもソニーストアに関しては大丈夫、もうあのズブズブロードが通ってるからさサカーンっていけると思うから。さあ10秒前からカウントダウンしていくからね。実はこの予約争奪戦を楽しんでる俺がいる実は楽しんでいる、意外と楽しいよねこういうのね。さあ来ます、はい、10 9 8 7 65、4、3、2、1、来るよ。さあ、スタートだ。プロまだ出てない。まだ出てない。どこ見たらいいんだ？一応、トップ。PS5。プロは、ちょっと待って。通常版と PS5 プロさ、似すぎててわからんよね。ちょっと、ヨドバシも、検索。かけて PS5 Pro 出ず、出てこないぞ。ちょっと待って、いつ出てくる。 Amazon は多分出てこないんだよな、まだ、おそらくまだ。うん、 Amazon もまだ出てきてません。じゃあこの PS5 のこの Pro のページから、購入店販売店はこちらとかっていうところが出てきているわけではない、出てきてるわけではない。まあ更新つってもそんな即更新はされないからね、こういうね、ちょっと待つ必要があったりするからね。出てこねえな、ちょ待って、不安になるわ。ビッグカメラも見てみるかな、ビッグカメラ。まあでも大丈夫だと思うんだよね、さすがにこの値段のものがそんな一気にバッコシ売れたりとかはしないと思うんで、まだどこも出てません、どこも。大丈夫、慌てるな、まだ慌てる時間じゃないってことだ。現在ですね、10時3分ですが、あ、来た、エラー、ちょっと待って、ズブズブロード来い、ズブズブロード、まだマジで来てくれ。今限定版もねソニーストア並んでたわ、でもちょっと通常版に走ってしまった。え、現在購入できませんだって、マジで言ってる、本気で言ってる。ダメだ、ズブズブロード来ない、何度も繰り返す。ちょっとヨドバシの方も一緒に進めておこう、ヨドバシも来るだろ。現在購入できませんってなる、なんだ、ご購入はこちら。いや、いけるんだよな、いけるんだよ。ヨドバシにはね、まだね、反映されてないっすね。ダメだ、現在購入できない、どうしてだよ。うわ、来ねえ、マジ来ねえ、待って、マジやばい、多分みんないっぺんに買ってんだろう。ただそれだけのことよ、慌てるな、まだ慌てる時間じゃないぞ、大丈夫。あのね、まだね、売り切れましたっていう表示になってないから、多分大丈夫だと思う。多分余裕あるよ。ダメだ、クソ。いけねえ、マジでいけねえ。乱数調整する？次、一回。一旦乱数調整しようか、次。次、あ、乱数調整入ります、じゃあ。ここで、PS5 Pro、抱きかかえて、愛情を込めてのクリック。
これだね、愛情込めてのクリック、愛情クリックで。よし、いくよ、最後愛情のクリックいくよ。 PS5 Pro さん、うちに来てください、お願いします。どうしてだよ、どうして来てくれないんだよ、頼むよ、来てくれよ、うちに来てくれよ、なんでだよ、お願いだ、買わせてくれよ、買えるんだよ、今買えるんだよ、買える状態なんだよ、レジに行けないんだよ、頼むよ。ヨドバシで買っちゃうよ。ソニーさん、いいの？俺ヨドバシで買っちゃうよ。ヨドバシ反映されてねえ、チキショウ。いや、マジでいけねえ。いや、落ち着いて。PS5 Pro 持ってる場合じゃない。今先にレジに入った人たちが、レジ処理を、現在購入できませんって何なんだろうね。どういう意味で、どういう意味で購入できないんだろう、それ。もう売り切れたよってことを言ってんのかな。売り切れてないでしょ、だってほら出てんだよ、普通に。普通にありがとう、本当にありがとう。こっち側から行くか、これ、この方法だったわ、これが乱数調整だったわ。混雑してます。購入ボタンすら出てこなくなりました。購入のボタンが出てこないです。しまった、なんてこった。もう10分経ちました。10分経ったけど買えません、まだ。みんなにすげえとんでもない発言していい？おしっこしたくなってきた。ちょ、ごめん、違う、待って、緊張しすぎて水飲みすぎた、おしっこしたくなってきた。一旦トイレ挟んでみる。逆にそれがいい、なんかね、インターバルになる可能性っていうのは全然あるよね。ほら、全然行けないしね。ちょ、一旦じゃあ行ってみるか、一旦行ってみるか。タイミング、これが逆にね、服を呼び寄せますね。この余裕、心の余裕、これ、この動き、この余裕を見たら、多分このソニーストアのサイトも、あ、この人転売屋じゃないなって多分チェックされてたと思うんだよね。クリックするタイミングとかでさ、なんかこの必死さ、さ、転売屋じゃねって思われちゃってたのかもしれないね。この一旦余裕を見せてからだから、あ、この人転売屋じゃないなってなってると思う。だからスッと入れると思うよ、これ。スッとパパパスッとサンサササンって入れると思う。だわ、これ、このこういう余裕で時折見せていくこと。だーって、どうしてたんだよ、おい、ちょ、待って、こら、ソニーストア、こら、こら、ソニーストア、ソニーストア、こら、こら、ソニーストア、お前何やってんだよ、お前。もうみんなさ、買わねえしとか言ってたじゃん、みんな。買わないんちゃうんかい。買わないって言ってたよね、みんな。何このさ、ソニーストアの並びっぷり、並びすぎでしょ、みんな。ツイッターで呼びかけようかな、みんな一旦購入やめてって。世界中のみんな、一旦ちょっと購入やめてもらっていい？ヨドバシで買えたっつってる人いる。ちょっと待って、は？ちょ、話違え、話違え、え？ヨドバシないよ、 PS5 Pro。 え、なに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 、嘘嘘嘘嘘嘘、待って、話が違えじゃん、ないよね。俺結構ずっと見てて、一瞬現れてすぐなくなったのかな。何もう、何もう、動揺してます。ちょっと待って、ソニーストアでね、今度限定のコントローラー買えましたって言ってる人いる。なんで俺、じゃん、出てこないんだけど、購入ページすらも。何？今出てんの？ 30 周年のコントローラー。今出てる？え、ちょっと待って、ソニーストアプロもう消えたっつってる。え、嘘だろ？え、嘘だろ？え、今あるよね？あるよ。これあるよ。だって何言ってんの？プロだよね、これね。俺が見てんの何？あるよ、あるよ。え、あるよ。え、なんで？俺だけ違うサイト見てる、まさか。いや、これがズブズブロードか。ズブズブな人にだけ表示されるズブズブロードかな。ゲストは購入いただけない商品もございます。サインインしてる。俺サインインしてるよね。なんでサインアウトさせられてんの？っていうか、いけてるよ。ね。え、っていうか、いけてるよ。ズブズブロード来た？ガチのズブズブロード、これ。俺、サインインして待ってたんだけど、でも。来たわ。来たし、なんか謎のクーポン。来た、また出た、ソニー謎のクーポン。ソニーストア謎のクーポンで114,980円で買える。ごめん、みんな、俺買えたかも。
ょマジおいこらソニーストアこらこらもソニーストアもう本当にもうしょうがないもうヒヤヒヤさせやがってこらこらソニーソニーこらおい本当にさあもうまだ狙ってるものあるよまだ狙ってるものあるよだいぶ心に余裕できているけれどもね30周年アニバーサリーモデルのデュアルセンスを買うよ買うよこれも確定したよね俺とソニーのズブズブロードあるからズブズブロードでもみんな買えるよみんな大丈夫いけるってみんななんかさソニーストアの在庫消えたって言ってる人いるけどさ情報戦始まってるこれまさかお前ら嘘ついてんのさてはさては嘘ついてんのかちょ待って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 でもヨドバシ変えたって言ってる人がいるんだけどさ俺ヨドバシの方が出てこねえわ謎いねそっか俺あれだヨドバシでの買い物はそんな多くないからヨドバシとのズブズブロードがないのかおいちょこれあれだ買い物額低い人表示されないとかっていうそう、怖くない？まあでもそれある種転売対策にもなるか例えばヨドバシで転売対策としてそのアカウントですでにログインしててでなおかつその購入額が高い人に表示するようにするとかでもさ変な話転売屋もさ購入額高いよねだって転売用に買ってるわけだからさだからそのやり方はうまくいかねえかちょっと待ってこれこのありさまであるコントローラーの方が買えねえよなんならアニバーサリーリミテッドエディション予約するいや違うのいらないものも結構ついてきちゃうのさこれ俺欲しいのここまでなんだよねここまでが欲しいのそれに対してちょっとこういらないものがあまりにもついてきすぎてしまうからちょっとやっぱ無駄が多くなっちゃういやこれは欲しいんだよなこの辺のアイテムはマジでこれはマジで別売りしてほしいレベルなんだけどソニーストアはマジでワイヤレスコントローラーのページに入れないわあーダメだなソニーストアのこうちょっとマジで入れないんではあ、ちょっと一旦落ち着こうか一旦落ち着こう一旦ちょっと撮影も切るか何時間やってんのあでもね30分ぐらいで変えたよ30分ぐらいで30分で変えた PS5 Pro はマジでようわマジ嬉しいマジ嬉しいはいというわけでですね予約開始から1時間15分が経過いたしましてコントローラーを買おうと思ってたんですがソニーストアのコントローラーのページ全然つながらないですねでアマゾンのページで30周年記念のねいろんなアイテムが出始めてきたんですがデュアルセンスは速攻売り切れてるという感じですねまあこいつは転売対象にめっちゃなりやすい製品だからまあ仕方ないかなっていうまあ仕方なくはないんだけれどもちょっと難しいかなっていう感じですかね仕方ないのでそれに関してはビッグカメラの抽選に申し込もうかなと思いますで肝心の PS5 Pro なんですがソニーストアに関しては1時間ちょっと経ってもまだ在庫があるっぽいですねかなりたくさん用意している可能性があるかもしれませんねただ一方でヨドバシは予約受付終了しているというような形になっておりますまあなんかその予約開始と同時に速攻でなくなるような代物ではないですしなんかまあちょっとしたらまた普通に在庫出てくるでしょうからね、まあ、そこまで慌てなくてもいいのかなっていう気はしておりますでさ今回この一番、まあ、注目なのかどうか分かんないけどねこれだって168,980円でこのセットねいやこれなんでプロ単体で売ってくれなかったんだよって気持ちはちょっと私としてはあったりするんですけれどもまあ仕方ないです、まあ、この製品に関してはですねソニー公式での転売対策が結構今回割とちゃんとしてるなと思ってまずソニーストアと PS ネットワークのアカウントが連携していてでなおかつ2014年から2024年の9月19日までの期間で PS4 と PS5 30時間以上の起動がないと抽選に応募できないっていうのがあるんですよねこれ結構ちゃんとしてんなと思ってでこれだったらね、なんかその今から慌てて起動して起動時間稼ぐとかもできないでしょうし割とちゃんとした転売対策になってますよね
これでね、なんかそのまあリミテッドエディション、これに関しては本当にファンの人が買いたい製品になると思いますので、まあ、このやり方でいいのかなと思います。いや、じゃあ反面な、例えば PS6 が出た時に同じようなやり方しちゃうと、新規でそのゲーム機買いたいっていう人が全部切り捨てられちゃうので、なかなかそういうやり方できないじゃないですか。で、こういう限定品に関してはそれって結構いいのかなっていうふうに感じます。いや、だってこれさ、これなんか初めて PS5 触る人がこれを買おうっていう人はかなり少ないと思うので、まあ、そういうやり方でもいいのかななんてちょっと思っちゃったりした次第です。いやー、皆さん買えました？どうでしたか？ね。PS5 通常版に関しては結構買えるんじゃないかなという気がします。オンラインの方はね、当初繋がりにくいけれども、実際のお店の方に行けばもっと買いやすいんじゃないかなという気もしてます。ちょっと最後にもう一回試しにちょっとコントローラー見てみていい？ソニーストアで。てい。どうしてだよ！こら、おい、こら、ソニー、こら、こら、ソニー、おい、こら、ソニー、こら！